これかわいいな、ね、ルンタランタよな、かわいい、ルンタランタよな何がルンタランタって感じの像よな、いいよな、そうだな、どうせ使われないと思って適当なこと言ってない、大丈夫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 、アルメちゃんだよ、これアルメちゃん、これどれ、あ、ほんとだ、かわいい、かわいい、真実やいかに、おじいちゃ ちゃん貴様なぜ生きて、あ、ダメだ、いや失礼した、確か討伐隊に加わっていたものだな、他の連中とは一緒ではないのか、魔物にやられました、いいと、何の騒ぎだ、もうもう寝てないよ王様よたよた、歩くな歩くな、もうもう顔色悪いもん座らなきゃ座らなきゃ、おお、お休みになられておりませんと、お体に触りますぞ、わしに残された時間はわずかだ、この命尽きるまで国のために働きたいのよ、おお、なんという気高き精神、さすが我が主君と心に決めしようかったよ、なんかこの図も嘘くさいのすごい、悪いやつだ、もうやめんか、それよりそなたは討伐隊に加わったものだな、どうした無事魔物は討伐できたのか、いてよ王様、なんだと、やばいの、儀式の間には魔物はおらず、代わりに一頭の部下たちが討伐隊を皆殺しにしただと、どうなの、ひどいや、なんたるでたらめを、でたらめじゃないんだけど、おう、かような、これなんて読むの、かような、なんとかもの、なんだろうねこれ、バカって感じの、バカの言葉に耳を貸してはなりませぬまあ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 、そう、ね、なんと見下げ果てた卑怯者よ、おうよ、いい面構えをしておるからと討伐隊に入れたが、どうやらわしの目が曇っておったようだな、あ、もう曇りまくりじゃん、ぼや、隣この卑怯者目が、隣魔物から逃げ帰ってきただけだ、ほっとした許してやろうとも思ったが、一途に罪をなせるつけられてるとは、王様よこよこ魔物がいなかっただの、我が腹心度が討伐隊を殺させただの、バカも休み休み言うがよい、じゃあ休ませてもろって、ギョゴゴゴゴゴゴ、良いのですよ、よ、所詮は臆病者の浅はかな嘘、お気になさることはございません、なんかすごいさ表情豊かよね、それよりもそう興奮なさると体に触りますぞ、すごい目が怪しいもん ね、うむ、すまないと、一途のこと信じきっておるわ、一途に免じ貴様の罪は不問としてやる、だがその顔は二度と見たくないわ、いやでも実際さ、こう腹心がさ、怪しいですってさ、いきなり言われても信じなくない？信じないよな、旅人よ、早々に立ち去るがよい、再び我が前へ姿を現したなら次こそ容赦せんぞ、彼もの、というわけだ、旅の方、お引き取り願えませんかな、いやでもこれあれよね、一頭に狙われるやつじゃんね、もう一頭、わー、彼、あの者が戻ってきたということは、討伐隊の者たちもそろそろ任務を終えた頃かもしれませんな、せやな、うむ、わしも儀式の塔へ旅立つ準備をせねばならんな、なんかいい演出だった、歩いてそこに出ようとしてください、だって許さんぞ、はーい、許さん、帰るよ、あれあれ、どうした、いや文句言ってたくせにあるなと思って、肖像画が謎、待ってくれ、お、友と友じゃん、お、なんだ、君は嘘などついていないと僕にはわかる、君の力を貸してほしい、はい、突然すまない、僕はホステイル、君の名前は僕が当ててみせよう、
君はランガーオ村から来た友だね。それで間違ってたらどうすんの恥ずかしいよ、それは。だが、君が本当に生まれた場所はランガーオ村とは違うようだ。全部見えてる。僕は、ずっと昔から予知していた。いずれ大いなる災いに見舞われるとき、友という旅人が現れ、この国を救うだろう。ここまで。友、君も知っている通り、今プクランド大陸は魔性によって滅びようとしている。ウーポッパン王は王家に伝わる儀式を行おうとしているが、儀式の間はすでに汚された。そうだね。そうだね。おお、すごいじゃん。かっこいいじゃん。マジで違ったの？まあ分かっていたけどみたいなこと言うのか。結局、すべては予知した通りか。そうとも、僕には未来が見える。王の儀式では国は救えない。かわー。それどころか、このまま儀式をやれば、プクランド大陸はさらなる災いに見舞われ、滅びてしまうだろう。くー。だが、一つだけ国を救う方法が残されている。なんだい？言ってみな。アルウェ王妃のノートだ。亡くなったアルウェ王妃が持っていたという何でも願いが叶う不思議なノートがあれば、魔性から国を守ることができるはずだ。頼む、友、君の力を貸してほしい。いやー、すごい。ありがとう。アルウェのノートは今行方不明だけど、手がかりはある。アルウェ王妃はオルフェア地方西の南に、オルフェア地方西の南にあるリンクル地方の別荘で亡くなったそうだ。前日まで元気だったのに、突然むごい死に方をしたと言われている。ノート誰かに奪われたとかじゃないの？もしかしたら、アルウェ王妃はノートに三つ目の願いを書いてしまったのかもしれないな。うんたらんた。うんたらんたの像を見ている。ああ、君は知らなかったね。願いの叶うノートには、こんな恐ろしい言い伝えがあるんだ。ノートが叶える願いは一人につき三つ。ただし、三つ目の願いを書いたとき、そのものは滅びるだろう。おそらく王妃が亡くなった別荘に何らかの手がかりが隠されているはずだ。僕と同行すると、イッドの手の者に目をつけられるかもしれない。目的地までは別々に行動しよう。アルウェ王妃の別荘跡はリンクル地方にある。大きな湖の近くだ。必ず来てくれ。はい。任せてくれ。任せロリ。セロリ。リンゴ。あ、見てる！あ、イッド！もう見てた。すっげえ。これ、もう、行っていい？行って、はーい。です。まあ、話しても平気。はい。かつてこの館はメギストリソーとご家族が別荘として使っておられたのじゃ。じゃあ。ごめんね、バイクで入って。亡くなられた王子様はオルフェアご出身でな、不思議な力を持っていらしたのじゃが、そのせいで若くして亡くなられたそうだ。もうだだ。バイク近い。また幼い王子様を残して亡くなられるとは本当においたわしいことじゃの。で、タロちゃんが追いついたのであれば、タロちゃんがセリフいっぱいあるから、この後。助けて！どうした？ゴーストにぶつかっちゃった！お？うわー！逃げまーす！これ別荘の中でイベント進め？うん、そう、だけどタロちゃんがね、すげー喋るから、タロちゃんが来てから。ちょっと待ってー！はーい。はい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 。敵がいすぎなんだわー！タロが働く。どこだ？なんかある。うん、それ調べて。待って、みんな、はい、どこ、ちょっと待って、追いつけてない、現実に。上です。上、ちょっと待って、不思議な扉は淡い光を放っている。キラ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 。とも、先についていたのか。キラキラ。足短。おっと、それは言うな。この扉光ってる。どうなってるんだ？入っちゃダメだよ！なんかやべえ時にしか開かねえ。うわ、アルウェちゃんでーす。急に。あなたはまさか。テケ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 。入るの？間違いない。あれは死んだはずのアルウェ王妃だ。一体何が起きてる？トモ。はい。行ってみようトモ。行ってみようトモ。行ってみようトモ。置いてかれた。え、置いてかれた。もう一回調べる。はい。あんまり開かないって噂の扉じゃないんですかこれ。じゃ、今回ばかしはね。あ、何回でも開くんですね。ばかしは開いちゃってる。準備できるってこと？ってこ
はい、タロちゃんでよろしくね。アルマちゃんってかなりのラッキーちゃんよね。怖い。キャッキャッキャッ、本物のフォステール慣れちゃうし、水管防止願いが叶うノートとかもらえちゃったし。え、フォステールがくれたの？すっごいわよね、このノート。本当にお願い叶っちゃうのも。キャッキャッ。今日はもう一個お願いを書かないとだわよね。なんで？キラ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 、ノートさん、ノートさん、2個目のお願い。ぷくりぽのみんなを救っちゃうようなイケメンな男の子が私の息子に生まれますように。イケメン大事。今のは言った。素敵な場所ですね。こうなってんの？ここはどこなんだ？さっきまで僕たちはアルウェ王妃の別荘にいたはずだが。どうした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 。光ってる。僕のリュートが消えていく。一体何がどうなってるんだ。教えてアルウェちゃん。泣いてる。何、ラグアス、どうして泣いてるの？タロちゃんだよ。お父さんが僕のこと嫌いだから。かわいい。ストーリーが進んだ。そっからキャッキ叱られてたもんね。僕が未来のこと、予知した未来のこと、お父さんに言ったら二度と予知なんかするなって。目が違う。ラグアスってば、ドラえもんみたいになっちゃった。予知ったりとか、私にそっくりぽんなのよね。お揃いで可愛い。予知るって言うの？予知できるやつはそう言うんだな。僕、お父さんが怪我するのとかわかるから教えてあげたいけど、お父さんに嫌われているから言えない。ちゃんとやってる。僕もう言わない。お父さん怖い。もうお父さんとおしゃべりしない。ちっちゃ。お父さんラグアスのことを嫌いじゃないと思うのよ。すぐプンプンしちゃうだけで。あー、かわいい。違うんだよね。かわいいね。それよりお母さん、お話聞かせて。英雄フォステールのお話がいい。いつも聞かせてくれるでしょ。ラグアス、お母さんの宝物欲しくない？お母さんの宝物。ユートとか言わねえよ。そう、ラグアスがお母さんと約束してくれたら、とっときの宝物あげちゃう。なんだって。約束する。じゃあこれからは人に伝えたいことは、あ、フォステールみたいにちゃんとまっすぐ目を見て大きい声で言うの。ほら、お話に出てくるフォステールってば、どんな怖い人や初めて会う人とも平気で喋るでしょ。あんな風にラグアスもなってくれるなら、とっときの宝物あげてもいいのよ。いいママだ。フォステールみたいに。おい、かわいい。うん、わかった。僕はこれからフォステールみたいにちゃんと喋る。わー、オッケー、よくできました。わー、ラグアスが元気に大きくなって約束をちゃんと守ってくれる子になったら、お母さんの宝物あげちゃうね。本当だよ。今じゃないの。本当だよ、今じゃねえのか。今はまたため。どうした？お母さんの宝物、願いの叶うノートはいつか私が死んだらあなたにあげる。やんの？お母さん。うふふ、なんでもない。こいつ大丈夫か？なんでもない、なんでもない。あ、かわいいです。ノートのお願い最後になっちゃった。でも大丈夫、怖くない、怖くない。泣いている。さあ、ちゃっちゃと帰っちゃおうっと。あとはお兄ちゃんが何とかしてくれるもん。ペラリ、カキカキ、アルウェ、アルウェちゃん。あ、ごめんね、ラグアス。お父さんともお別れね。ごめんなさい、先に行って待ってるね。アルウェちゃん。応募している。今のはこの館で過去に起きたことなのか。僕はアルウェ王妃になったことある。
僕が王妃に不思議なノートを渡した？いや、そんな記憶はない。一体何が起きてるんだ？何が起きてるんだ？アルウェちゃん、アルウェ王妃、かわいいね。ちょっと怖い。僕の竜と行こう。どうして僕の楽器をあなたが？教えてください、アルウェ王妃。キラー、元の世界へ戻ってきた。戻ってきた。何が何だかわからないが、王妃は三つ目の願いをノートに書き、言い伝え通りに亡くなったのだろう。もしあの幻が実際にあった出来事なら、今のノートの所有者はアルベ王妃の息子、ラグアス王妃の王子のはずだ。行ってみよう。この国を救うためにメギストリスの城にいるラグアス王子からノートの力を借りるんだ。王子に。ほんと？おじ、何に行くぞ。おじ、一回も会えてないけど。おじ。というわけで、そこの別荘から出て、ルーラストーンでメギストリスへ。はい。はい、なんか変な感じ。ヤガモンって出てた。今、いた。で、それ調べる。はい。綺麗なドア。やべえよ。扉と一緒だもん。さあ、一気に今回のシナリオ大詰めだよ。はい、フォスターだ。待たせたね、トモ。ここがラグアス王子の部屋か。ここにも不思議な扉がある。これもアルベ王妃の導きなのか。ともかく行ってみるしかなさそうだ。タロちゃん、なぜだ。アルベ、お前に何があったというのだ。あのお父さん、すまぬな、ラグアス。母を失ったお前はわしより何倍も辛かろう。僕、平気だよ。良いのだ。辛い時は気が済むまで泣くといい。平気なんだ。僕、お母さんのこと知ってたから。知っていた、だと。知ってたんだ、僕。あの、お母さんもうすぐ死ぬって予知して知ってたから。僕は平気なんだ。死ぬって分かってても辛くない？それよりお父さんがてんてんてん、ふざけるな。どど、何が予知だ。母が死んだのを言い当てたのがそれほど嬉しいか。違うわい。父がいい、お父さん違うよな。あの、あれは僕フォステールみたいに、フォステール、英雄フォステールがどうしたと言うんだ。あのフォステールが予知したの聞いたんです。まさか己の母の死すらくだらん予言ごっこの材料にするとはな。もうよい、ラグアス。お前の顔は二度と見たくない。二度と私に、わしに話しかけるな。なんで妻も子も失うような選択を取ってしまうの？なんてやつだ。今一番しんどいんじゃないの、父ちゃん。王子様、ラグアス王子様、いい加減に出ていらっしゃいまし。うえん。あれからもう半年です。王も冷静になられているはず。直接お会いして謝ればきっと。うるせえ、父親が謝れや。過激派。へ。だって傷つけたのは向こうじゃん。ラグアス王子、私をより任命されました。私様の家庭教師でございます。違う人出てきた。家庭教師でございます。もう1年も部屋に閉じこもり、剣術も弁学も何一つ手をつけておらぬというではありませんか。あなた様はこの国を背負って立つお方、そのようなことでは困りますぞ。王子、聞こえないのですか、ラグアス王子。やだやだ。なんか美和さんみたいだと。テケ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 。やだよな。デッカベッド。デカベッド。30人ぐらい寝れる。お母さん、あなたがこのノートを僕に託した理由がようやくわかりました。見えるんだ、未来が。辺境を視察に出かけたお父さんはそこで魔性に侵され命を。
憶を封印してくれみたいなことをノートに書いたんか。別人として生きるぞみたいな。おっと、運命を共にするようにこのプクラの大陸もまた魔性に滅ぼされる。お父さんを止めなくては。だけどお父さんは決して僕の言葉に耳を貸しはしないだろう。でもフォステイルだったら、僕じゃなくて英雄フォステイルの言葉だったらきっと、もう国を救うための方法はこれしかない。そうですよね、お母さん。ペラリペラペラキラキラ。そうだ、僕はあの日予知した未来をお父さんに伝えたくて、この国を、お父さんを守りたくて、そのために僕にできることはこれしかない、そう信じて、母がくれたノートにこう書いたんだ。キラ、フォステイルに。フォステイルになりたい。よし。なったー。あ、僕の本当の名前はラグワス、はい。僕はノートの力でフォステイルになり、王によっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、予知した災いを告げたけれど、だがフォステイルの姿を借りても王は貴様の予言に耳を貸さず、魔性に触れ不治の病に侵された。ダメだ。これはこれはラグは掃除、ご機嫌うるわしゅ、うるわしゅ。まさかのインチキ予言者があなた様だったとは、全く驚かされましたぞ。お前はお父さんの側近のあああ、そうとも、王の腹心と分かりの姿、我が誠の名はマグンシー一刀。おっと、ここで私と戦ったところでもはや手遅れですぞ、王子。死に損ないの王はすでに儀式の塔へと出発した後ですからな。この私が何故儀式の間で手下の魔物に討伐隊の者どもを殺させたか、愚かなあなた様にお分かりか。儀式の間が生贄の血で汚された時、塔の聖なる力はそのまま邪悪なる力に変わるのです。その状態で王家の者が命を捧げたならば、塔の力は王大陸を守るどころか大陸中に呪いを撒き散らすのだ。わあ、ひどい。ペロリー、なあ、なんてこと。では、私はこれで退散いたしましょう。ペロリ。ああ。どうしてここに入ってこれたの？本当、本当。愚かな王が儀式の間で命を注ぎ、犬死にするところをじっくりと見物せねばなりませんからな。ひどいや。あ、なんで全部喋っちゃうの？みんなさ、みんな、言わなきゃいいのにね。言わなきゃいけないよ。そんな。このままではお父さんが僕なんかじゃどうすることもできない。ああ、お、これはお母さんのノート、リュウトがノートだったなんて。トモさん、僕と一緒に儀式の塔まで来てほしい。お父さんを、王を止めるんだ。行くぞ。いいよ。はい、あ、たくましい。というわけで、ね、物語の結構キーみたいな話が大量に分かったところで、うん、キラキラ大風車塔にもう一回屋上までお願いします。行くぞ。行くぞ。あいつを許すな。一刀、一刀を許すな。一刀を許すな。ハッシュタグ一刀を許すな。過激派が使いそう。あの、道違うね。間違った。すごい勢いでトモさんについていっちゃった。気づいたからよし。